平内なのとは、キリバス語で、マストの下を意味するが、これは、タラワ干渉の形状を帆に例えると、サウスタラワがその下部に当たることに由来する。サウスタラワは、タラワ干渉の島々のうち、西のバイリキ島から、東のボンリキ島までを、地域とする。これらはいくつかの小島に分かれているが、すべて土手道によって繋がれている。また、比較的新しい土手動画、 サウスタラワとその西にあるベティオ地区を結んでいる。サウスタラワには、キリバス教育大学及び南太平洋大学のサウスタラワキャンパスがある。また、ローマカトリックの教区並びに、改修派教会のキリバスプロテスタント教会もこの地に置かれている。サウスタラワの中でも、特に生誕のバイリキ島が、キリバスの首都とされることがある。これは、バイリキ島に、国会、 主要行政官庁及び大統領官邸が集中していたからである。現在国会はサウスタラワ内の安保島にあり、またベティオやクリスマス島にも官庁は分散しており、行政の中心は倍力、立法機能は安保、司法機能はベティオに置かれている。 http://earth-info.nga.mil/.gns/.html/.cntrfiles.html ありがとうございます。